リカゴのフリートーク。こんばんは。いつも見ていただいてありがとうございます。リカゴです、はい。今回のフリートークはじゃがじゃん。コロナについてです。でね、まあコロナっていうのはもう1年ぐらい経つんかな。世界的にもすごいことになってますよね。そのコロナについて私が1つ目、コロナで影響を受けたこと、2つコロナについて思うこと、3つコロナ対策ということで、この3つをお話ししていきたいと思います。まずこの影響についてなんですけど、今まではコロナが始まるまで私は月1で、まあ、月1か月2ぐらいで必ず箱とか、まあ、路上とかでもライブしてたんですよ。それができなくなりました。かなりショックでしたね。あ、できないんだと思いながら、まあ、今回その、まあ、ライブができないという形で、その音楽業界というのはかなり打撃を受けてるところではあるんですよね。ライブハウスがなくなったりとか、実際にライブができなくってオンラインライブになったりとか、いろいろ影響というのが出てきてますね。今まで多分私はそこまでね、そんながっつり音楽をしてるわけじゃないから、音楽でね、ご飯食べてるわけじゃないから、やっぱりそこまでの影響というのはなかったんだけれども、その音楽をメインとしてらっしゃる方々っていうのは、私もかなり影響があったんじゃないかなと思います。すごいその音楽の形がすごいオンラインとか、まあ、そのインターネット、そのネットのミュージック的なものになって、かなり音楽の形っていうのは変わってきたのかなと思います。ですごい、まあ、そこでね、できないっていう、ライブができないっていうことも影響だったけれども、この音楽の形が変わったことによって音楽に対する考え方がちょっと変わったかなっていう影響もあります。だから他のアーティストさんが独自でそれぞれの部屋で撮って、それをつなげてみんなに発信したり、 YouTube にて発信したりとか、今までその表舞台ではなくて裏でずっと頑張ってた方が、表に出ない方々が今ちょっと、世間的に今広まってきたりだったりとか、コロナだけれども、コロナだからこそやれることっていうのが今のアーティストとか音楽活動をやってらっしゃる方にはすごい響いてるんではないかなと思います。なんでやっぱこの期間、家にいる時間が多いからこそやっぱりできることっていうのはあると思うんで、私もいろいろ考えなきゃなと思います。本当にこうやって YouTube やらせていただいてるのもコロナ禍だったからできてるようなことなんで、ありがたいですよね。長くなっちゃった。はい、2つ目、思うこと、コロナに対して思うことですね。このコロナに対して思うこと、まあ、いろいろニュースとかも見ますけど、やっぱり自粛自粛って言いながら、その自粛自粛って言ってる人たちの方が会食をしてたりだったりとか、なんか熊本であったのは会食があって、それぞれでお酒はね、接触したらね悪いからと言って距離を離してお酒をついでくれる女の子たちを呼んだみたいな、ありえなくないですか。じゃあその女の子たちはどうなるんですかっていう話ですよね。いろんな人と接近して、結局自分たちがいいようにいいように言ってるくせに、そこまで行動ができてないっていうのは自分たちがやってからしてほしいんですけどね。他の人たちとかは仕事でね、給料が減ったりとか、リモートワークが増えて、やっぱりそこでのストレスだったりとか、コロナ離婚って言われてるだけあって、まあ、家庭内でゴタゴタが起きたりとか、まあ、実際に家をなくされた方っていうのもいらっしゃるので、まあ、そこを考えると本当に今私がこうやって生活できてるのもありがたいですし、でもそれなりのやっぱり見直しっていうところは、本当に支持をされる方だからこそやっぱしなきゃいけないのかなとは思いますけどね。自分たちのいいように動く人は嫌いです、とりあえず。なんか前回の嫌いなタイプ一緒かな。自分ができてないことを人に言わない、良くないよね。本当に良くない、私はそう思います。なんかね、若者が悪い悪いってなんかすごいニュースで取り上げられてるのを見るとね、なんか若者は別に悪くないのかなと思うんですよ。しかもね、若者っていうそのくくり、はっきり言ってうざいですもんね。言っていいのか分からんけど、若者以外にも他の人も動いてるでしょって。いや、実際に若者がそんなにたくさん会食をしてますか。じゃあちゃんと統計を取って言ってくださいって思う。若い人でもちゃんとマスクをして手洗いをして、外に出ない、なるべく自分の環境を守ろうとする
家族を守ろうとする人もいるはずなので、そういった人たちをピックアップしてもらいたいなとは思いますけどね。こういう人でもここまで頑張ってるんです、皆さん頑張りましょうみたいなプラスのニュースが欲しいなとは思います。なんか真面目じゃない、はい、では続いて3つ目、コロナ対策についてです。コロナ対策、私は今ね、ありがたいことに会社にはもうほぼほぼコロナの影響はないわけではないけど、出勤はねさせていただいてます。そのコロナ対策、社内でも無条件に月1で PCR 検査、唾液の PCR 検査っていうのをもう全員やらせていただいてるので、すごい環境的にはありがたいです。でその会社でやってることだったりとか、自分の家でやってることっていうのは、まず手洗いうがい、そしてうがいするときはその薬、なんて言うんだろう、イソジンみたいな、私は喉の炎症とか痛みとかもいろいろ抑えるその使ってるんですけど、それを数滴入れてうがいをしたりとかしてます。また職場行くときも必ず毎日検温、私の会社はその仕事場に入るときは必ず検温をして、37度5分以下じゃないと必ず入れないような仕組みになってるんですよ。なんで検温をして大丈夫だったら行くみたいな感じになってます。で必ずマスクです。そして、免疫力をやっぱり上げる方がいいかなと思うので、なるべくね睡眠を多く取るようにしてます。なんか私朝が苦手だからね、でも自然と睡眠は多くなるんだけど、でも睡眠と水分っていうのは必ず取ってます。これが本当に私がやってることがいいのかどうかわからないけど、それは必ずお医者さんに聞いてください聞いていただく方がいいかなと思います。私はこれぐらい一応対策は練って今 YouTube 活動もしてさせていただいてますし、またなんていうかな、仕事もねちゃんとさせていただいてるので、本当にありがたい環境にいるなと思います。なので皆さんも必ずというか、もうコロナ対策っていうのは必ずされてください。もう1年以上続いてるからね、もうこれ以上続いてほしくないっていう気持ちはかなりあります。私ももうとりあえずこれがもう乗り切ったら、いろんなね、その今までコロナが始まる前の世界とは多分世の中の動き方っていうのはかなり違ってくるとは思うんですけど、でも必ず皆さんでまたお会いができる、仲間と肩組んでお酒飲みながらワイワイする時間というのは必ず来ます。なんでそれまで必ずコロナ対策をして元気でいてください。そしてコロナが収まったらぜひ私の生歌を聴いていただきたい。ライブを絶対開催しますので、そこに足を運んでいただけると嬉しいです。そこで皆さんお会いしたい、それが私の願いですっていうことなので、皆さんここを乗り切って、ぜひ楽しい未来のために、幸せな未来のために今を乗り切りましょう。ではではトーク、今回真面目になりましたけれども、ではフィニッシュ。